はいどうも、ついにね買っちゃいましたよ。これ13世代のコア i5 13600KFLGA1700、まあ、ついに買っちゃいました。まあ、これね今噂になってますね、まあ、性能もやべえしコスパもやべえということで、まあ、なんとですね12世代のコア i7 を凌駕する性能と、14コア20スレッド、14コアですよ、 i5 で14コアってやばいですね。こりゃ面白そうだということでついつい買っちゃいました。4万5千円ぐらいだったかな。で、まあ i7 とか i9 とかじゃないので、まあ、やっぱりマザーボードはちょっとケチりたいということで、あえてね B660 Pro RS を買いました。これはね1万5千円ぐらいです。まあ、一応ね12世代向けのマザーボードになるんですけど、13世代でもね使えるということで、まあ、13世代用のねマザーボードを買ってもいいんですけど、まあ、かなり高い、それ買うんだったら CPU をいいやつにした方が幸せになれるんじゃないかということですね。でこれ12世代用なんで、まあ、一応ね DDR4 が使います。まあ、DDR4 と DDR5 ね、 DDR5 の方が当然早いんだろうって思うかもしれないけど、実は今の時点だと DDR4 の方が早い場面っていうのは結構多いです。まあ、レイテンシーと帯域の関係なんですけど、まあ、それはね別のところで説明しましょう。で、あ、実はね僕ね昔あの DDR4 のメモリーコントローラーの開発もしてたことがあるんですよ。まあそれはさておきですね。で、まあ、こういうマザーボード買いましたと。でこれ一応ね12世代用のマザーボードになるので、13世代の CPU で使うためには BIOS の更新が必要と、まあ、そういう話なんですよね。まあ、そうなると、え、じゃあお前12世代用の CPU 持ってんのかと。持ってないです。はい、持ってないんですよ。え、必要じゃないの？いらないんですね。これ CPU なしで BIOS の更新ができてしまうんです。まあいいですよね、 CPU なしで BIOS の更新できるし DDR4 使えるんで、今までのね持ってた DDR4 そのまんまこっちに引っ越ししてやることができると、最高です。今まで12世代の CPU を使ってた人もそのままね CPU の乗せ替えができちゃう、最高ということでやっていきたいと思います。まずはね、はい、じゃあこのマザーボードを第13世代で使えるようにするために BIOS の更新をしたいと思います。難しくないです。このマザーボード実はめちゃめちゃ BIOS が簡単に更新できるんです。しかも CPU も何もいりません。どうするか簡単です。まず電源を挿します。よし、これで電源挿しました。で、そしたらですねこの横側を見てもらって、あ、そうか、コンセントも挿さなきゃね。で、おっと、光ってるね。 LED が光ってます。バリバリ光ってますね。まあそれはいいとして、横側を見てもらって、これめちゃめちゃ光ってるね。横側を見てもらって、ここの USB に、BIOS のデータが入った USB メモリを挿します。で、この状態でこのスイッチを押すんですね。押します。お、今なんか LED 光りましたね。ピカピカしてますね。ここね、ピコピコしてます。で、これが終わるまで待つわけですね。消えるまで。はい、あとは待つだけです。じゃあしばらく待ってみましょう。はい、じゃあこのマザーボードに CPU 第13世代ね、 Core i5-13600KF と CPU クーラーを取り付けていきたいと思います。まあ、結構爆熱らしいので CPU クーラー奮発してしまいました。 AK620 ですね。まあ、これも大人気 CPU クーラーですね。はい、じゃあまず CPU 取り付けたいと思います。ここをペコッと開けてくるりっと開きましたね。じゃあここに CPU を乗っけていきます。乗っかりました。で、蓋を閉じます。これで CPU 乗っかりましたね。じゃあ次はクーラーです。で、今回ねかなりごついクーラー買いました。まあそもそもねこの13世代
Core i5-13600KF にはですね、リテールクーラーついてないんですね。なので、まあ、何か買わなきゃいけないということで、まあ、大人気のこれを買いました。まあ、結構爆熱の CPU らしいからね、しょうがないよね。ということで、これ開けていきます。よっ。おー、すごいね、梱包しっかりしてるね。梱包しっかりしてるわ。よっ。ほい。結構でかいですよね。結構でかい、これは。はい。じゃあ、これで、まあ、見るからにね、冷えそうですね、空冷にしては。よし。で、これ取り付けがちょっとね、変わってるんですよね。まあ、リテールクーラーと結構取り付け方が違ってて。よいしょ。まずこのバックプレートを取り付けなきゃいけないです。で、ここのネジの部分がカチッカチッって切り替わるので、少し広めの外側の方にカチッと合わせておきます。全部ね、合わしました。で、この裏側に、これを取り付けます。こういう感じかな？うん、こんな感じに取り付けます。ほい、表からネジが出てきました。で、そしたら、この両方がね、穴になってるやつを、ここに付けます。間違えました。これですね。これ。まずこれをつけます。こっち側が穴になってて、こっち側が出っ張ってるやつ。ここにはね、なんか、ワッシャーみたいなのがついてますね。まあ、これをこのままつけていきます。こういう感じで。4箇所つけていきます。よし、これでつきましたね。で、次にですね、まあ、これをつけたら、ちょっと待ってね。あれ、また緩いかな？よし。これでよし。これをつけたら、次に、これをつけます。これを、ここに置くんですね。ポチッと。もうね、これ説明書なかったらよくわかんないよね。よいしょ。これか。これを、ここに置きます。で、これ置いたら、最後にね、これを取り付けます。ナットみたいなやつね。上側が、こう、プラスネジでも外れるようになってるんで、まあ、こっちを上にして付けるんでしょうね。こういう感じで、付けていきます。ここはね、ちょっときつめに締めておきましょう。はい。これでよし。と。で、次にここにグリスを塗ります。あ、その前にクーラーのね、この、これ剥がしておきましょう。ペリ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 っと。はい、剥がれました。あ、綺麗ですね。はい、綺麗です。うん。綺麗だね。で、これちょっとネジ使うときに、ファン邪魔だからファン一回外そうかな。よっ。このファンを一旦外しておきます。外さなくてもいいのかな？外した方がいいと思うな、多分。よっ。この両方のフックを取ると、CPU ファンが取れます。
よし、取れましたね。じゃあこれでどっち向きかな。あ、これ間違えた。この状態でつけちゃうと下から上に空気を吸い込むようになっちゃうな。まあそれでもいいんだけど、前から後ろにしたいので、ここ間違えましたね、ごめんなさい。よいしょ。ここはこうつけるんじゃなくて、こうつける方が正しいですね。こうつけると後でこれを乗っけた時にこういう風な向きにね、風が流れるようになります。あばあば、よし、じゃあこれでこれを乗っけるんですね。まあその前にグリスを塗ろうか。今回グリスはなんかシミラボさんのグリス買いました。まあ別にこれ買わなくても CPU クーラーにグリスついてたんだけどね、ディープクールの。まあいいか、シミ折りシミ押しってやつね、これ買ったんで、これを使っていきます。まあ熱伝導率13ですね、13。まあ結構いいのかな。はい、じゃあこれをね、塗ったくっていきます。まあ、そんなに塗らなくてもいいと思うんだけど、よっ。こんな感じかな。で、これを伸ばしていきます。はい、いつものね、ウサッピーのカード、これを使っていきます。よいしょ。これね、無料カードなんですよね。よいしょ。ということで、濡れたかな、大体。じゃあ、CPU クーラー乗っけていきます。あれ、ああ、いいのか。こういう感じで回していくと、反対側もね、締めないと。いつもの電動ドライバー持ってくればよかった。さて、でちょっと強めに締めなきゃいけないのかな。目いっぱい入っちゃったな。じゃあこっちも、じゃあ間にね、ファンをもう一回取り付けます。このね、ケーブルが下向きかな。でこっちの吸い込み口が右側に来るようにくっつけていきます。よっ。これ入れづらいんだよな。よし、ほい、ついたかな。よし、じゃあ、あとはね、CPU ファンをコネクターに挿していくと。はい、今まで使ってきた、10世代目で使ってきたメモリですね。DDR4 です。こっちが 32GB、16GB ですね。まあ、デュアルチャンネルしないので、容量は違うけど、気にしません。メモリを、このソケットに挿しまーす。うわー、ダメだ。これ取らないと、ファン取らないと無理だわ。まあ、でもこれファン取れば逆にできるんだな。よっ。そこは優しいね。あ、簡単に取れる。いや、かっこいいね、これ。かっこいい。わかる、これ。見た目。結構かっこいいよね。
うん、こっちもほらかっこいい、なんかデザインが入ってるね。じゃあメモリーつけていきます。よし、メモリが刺さりました。じゃあファンを戻していきます。これね、グラボ RTX3080 ですね。でかいな。これ2個刺さるかな。で2個刺さるけど、これ窒息するな。窒息しちゃいますね、これじゃあダメだ。うん、完全に窒息してますね、これ空気吸い込む場所が、うん、ない。ということで、まあライザーカードを使うしかないっすね。うん、これはこれでね、入ったらギリ良かったんだけどな。もう一個スロットが下だった方がいいですね、これ。まあしかもね、これどうやって取るんだ、これ無理だろう、無理だろう、これ PCIe のコネクターに触れねえ。